ワードペインティングとは、音楽が歌を文字通りに模倣する音楽技法。例えば、上がることに関する歌詞には上昇する音階が伴い、死に関する歌詞には遅く暗い音楽が伴う。ワードペインティングは遅くとも、グレゴリオ聖歌まで遡る。短い音楽パターンは、喜びなどのような感情のみならず、神学的な意味も表現する音楽の言葉である。例えば、 ファミソラのパターンは、キリストの屈辱と死及び栄光の復活を意味する。具体的に言うと、ファミが避難を意味する一方で、祖は復活の、ラは復活のさらに、上、つまり、キリストの天の栄光の温調となる。このような音楽的言葉は、聖書のラテン語テキストの言葉に当てはめられる。例えば、ファミソラは、イリベラに当てはまり、それは、死と復活を通して、 キリストが人々を罪から解放することを意味する。16世紀17世紀のイタリアのマドリガーレにおいて作曲者たちはワードペインティングを試みバロック音楽の時代になって流星を極めた。有名な例がゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのメサイアでテノールのアリアの中に次のような歌詞がある。ヘンデルは作曲にあたって バレーという語の終わりを低い音調に、エグゾルテッドを上昇音形に、マウンテンをメロディのピークとし、ホールはそれより低く、ローは他の低い音調に、クルックドは異なる4つの音調からなる早い音形で歌わせ。一方で、ストレートは単一の音調で歌わせ。ラフプレーシズは短い別々の音調で歌わせ。最後の、プレーンは長い音調の連なりで、 それぞれのリズムで伸ばした。ワードペインティングの最近の例では、ガース・ブルックスのフレンズ・イン・ローをプレイせずの中で見ることができる。コーラスのところで、ブルックスは、ローという言葉を低い音調で歌う。ザ・フーのトミーの中の鏡を壊せもそれに似ている。ライズの繰り返しは半音ずつ上昇してゆく。ジャスティン・ティンバー・レイクのホワット・ゴーズ・アラウンドもワードペインティングの例である。 一オクターブずつ下がって、それから上のオクターブに戻る。愛と青春の旅立ちの主題歌、アップウェアウィー・ビロングのコーラスのラブ・リフト・アス、アップウェアウィー・ビロングのところでメロディは上昇する。時にはユーモラスな効果を狙って逆の使い方をすることもある。ブロードウェイミュージカル、ワンス・アポン、エーマットレスで作曲家、メアリー・ロジャースは、 主人公のウィンフレッド王女が自分のシャイさを直気,気味に歌うシャイをベルティングで歌わせている。ありがとうございます。